頭がおかしいのはお前だ。私はあのキャミジーが流行るとは思いませんけれども。はい、全国の皆さん、始まりました、昭和時期道場ピー。やっと来ました、ずっと憧れてました私の昭和時期道場ピーでございますけれども、皆さんに釣りの楽しさを穏やかに優しく楽しく伝えていけるように、これからですねペルビー高子が昭和時期道場 P を盛り上げていきますので、楽しく盛り上げて、あおりちょっと邪魔しないでもらえませんか。絶対広瀬さんね、映さなくていいです、分かってる、ああいうことする人誰か分かってるんです。何やってんの、ちょっと邪魔しないでください広瀬さん。いや私の名前はここに書いてある、エギゾー。そう、私の名前はエギゾーです。やかましわ、エギゾーじゃない、昭和時期道場 P。 そうですよ、念願の昭和時期道場といえばあれでしょう、道場長といえば P です。もうペルビー高子になりましたから持ってるものがあるでしょう。もちろんこの前ゲットしたこれです。これを持ってる限りは、私も持何それ、え待って、私が道場長だ、え、そんな聞いてんの。 IWGP インターコンチと IWGP、 この2つのタイトルを統一したものが真の道場長。意味がわからへん、この2つが揃ったらもう本当の真の道場長。今日は昭和時期道場、今回はだから昭和時期道場 P に挑戦させてもらいます。広瀬マンという男はもう敗れ去ったので、エギゾーが今度は新しいチャレンジャーとしてやってきましたので、気持ち悪い前代未聞の統一戦やりますんで、はい、勝負ですね、勝負、道場破りだ、はい、よし、あんまりこう争い事は私も好きではないので、はい、正々堂々とやっていきたいと思いますので、はい、統一戦の始まり、はい、勝利道場ピー、エギゾーです。よし、まあ私もいろいろと考えてますので、ちょっとねあったかくなってきたらお楽しみに、そして早くスタートさせましょう。今朝まつめチャンスです、あれですね、ジグパラの新色 30g でスタートします。もうジグパラ私得意分野なんで、ただ巻き作戦、あのちびっこから年配の方まで大人気のね、あのスーパーアングラー広瀬マン敗れ去りましたので、そのリベンジに私あおりでおなじみのエギゾーがやってまいりました。まあ、本職はねエギングなんです、本職はエギングであおりを狙ってるんですけれども、今回はねなぜかインターコンチのベルトを手に入れることができたので、史上初の偉業を達成するためにあおり以外に魚も狙っちゃいますので、ぜひあなたの目でご覧になってください。エギゾー劇場もご覧になってください。これからね秋のあおりのベストシーズンですんで、私はエギゾーなんですけれども、もうやはあの今回ライブベイトカラーは3色イワシ、アジ、サバと3つの魚がいてて、あの普通の色とでゴールド系の金アジ、金サバ、金イワシといてます。でそのライブベイトカラーのキャッチフレーズを
ペルビーさんに考えてもらいたいなと思ってまして、このライブベイトカラーといえばこれというキャッチフレーズをぜひ今回このショアジギ道場から生み出してください、言葉を。本物の小魚のようなカラーなんで、ちょっと釣りながら考えましょう。見てください、ベイトがくるくるイワシ。今とりあえず投げて、まずボトムを取る。で結構これ沈下も早いんで、すぐボトムつきます。でついたらこう大きめにしゃくる感じです。アピールをする。大きくしゃくって、で何回かしゃくったらまた落とす。でまたボトムついたらしゃくってくる感じ。こうボトムを上げて落とす、上げて落とすの繰り返し。もう魚が来たらゴーンとくるんで。でこれ振り出しのソルパラなんですけど、だいぶ硬いんでバットもこうガチッと思いっきり合わせても全然 OK です。でこのジグパラなんですけど、ただ巻きでもこのお尻をめっちゃ振って泳ぐんですよ。お尻をプルプルプルとただ巻きするだけで、だから全然ただ巻きでも効きますからね。 3D なんで本物そっくりですもんね。本物がうまいねみたいな。生がええねみたいな。アウト。やっぱ生がええわみたいな。言ってみましょうか。見たらわかる、詐欺知るわ。ルアー界の詐欺師。それでいきましょう。ちょっと中層とか表層とかいろんな棚を探ってみますね。びっくりした。よっしゃ、食った、ポール。はぁ、けど、なにこれ、なんか引きが鈍い引きやね、これ。タチウオ。しかもでかい。よいしょ。でっか。はい。はい。タチウオ。道場長、タチウオ来ました。ジグパラのライブベイトカラー。タチウオね、どうしても夜のイメージ強いですけれども、はい、メタルジグなら釣れますんで、まずはタチウオからスタート、うん、青物もいますんで、はい、つばすを狙ってください。あおりあおり、いや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 、タチウオタチウオ、ここやばい。絶対来るやろ。ついていきましょう。広瀬さんより前行きます。うわあ、その潮目狙います。いそう。来い。
向こうからこう濁りが入ってきてるから、その濁りがずっとこっちやってきてるんやね。逆の方がええんかな。そうか、そう。あ、食った、食ったね。お、これもタチウオ。え、まだタチウオ。ずーっと引いて、こうやってスーッと上がってくるのは大抵タチウオっていうケースが多い。これもいいサイズやな。これもいいだ。いけるか。よし、信じよう。よいしょ。よっしゃ、いいサイズ。ほぼほぼドラゴンって呼んでもいいサイズじゃないですか、これ。がっつり食ってるね。私がエギゾウです。エギゾウはイカだけじゃないんですよ。道場長、でかい。でかい。うっそー、どんな感じなんですか。これ沖のボトム。ボトムで。で、潮のよれを狙ってフォールで食いましたね。ジャークしてフォール、ジャークしてフォール。やばい、いいサイズ。やっぱ。がっつり食ってますやん。何でも狙えますんで。タチウオも、青物も、ぜひ道場長も釣ってください。はい。うん、やばい。勝利、勝利。ライブベイトカラーは濁りにも強いな。これ相当今濁り入ってますけどね。濁り濁りが入ってますけれども、濁り濁りにも強いのがのライブベイトカラー。まああと5時間はあるんで余裕ですね。あの潮目、ちょっとフォール重視にしてみます。こういう、やばいよ。当たった、当たったで。当たったで。あ、当たった。おるな。手前にタチウオがおるんや。こうやって何かが当たったら毎回チェックした方がいいですね。なんかゴミとかついてる場合もあるんで、何か当たったら必ずチェックする。先に行かせようとしないな。なんかあの道場長こっすいな。あんなこっすいやつに広瀬マンは負けたのか。広瀬マンの代わりに私が敵討ちをしなくてはならないな、これは。ねえ、よっしゃ、フォール。おお、フォールで食ったよ。ライブベイトカラーすごいな、これ。うっそ、マジ。さあ、フォールで釣れた魚は何ですか。これ広瀬マンもよく言ってたよね。いつ何時どんな体勢からでも魚を釣る男って。広瀬マンも言ってたけども、エギゾーもなかなかやるでしょ。私エギゾー。さあ、上がってくる魚は何ですか。バッキレッタ。なんで、
何やったんやろ、サゴシかな。シャーシャー、スッパーンっていってる。サゴシやな。でも切れるぐらい。なんで？まだまだペルビーさんには道場の看板は重いようですね。ああ、お主には荷が重いな。まだまだもう一回一から出直した方がいいな。これが追われる者の立場の怖さってやつやな。こっちには失うものは何にもないからね。本職はエギングやからね。私はエギゾー劇場もね、ぜひまた皆さんご覧になってください。そこが私の活躍の場ですから。今日はもうあのエギゾー劇場の宣伝のためにやってきましたので、昭和寿喜道場 P なんで。でライブベイトカラーのキャッチフレーズも後ほどまた、はい、発表してください。素敵なキャッチフレーズ候補が2つ出てるんで。お、魚だましのプロ。おお、いい感じやね。もう一つはルアー界の詐欺師。おお、ルアー界の詐欺師、ライブベイトカラー、はい、魚だましのプロ、ライブベイトカラー。ちょっと静かにしてください、ゲトさん。今のしゃくり方、今日初めてのしゃくり方やってた。あ、あげちゃうか。やったよっしゃー、これが道場長。やるね、さすが道場長だけはある。やった、ライブベイトカラー。私、アジカラー。やっぱいろいろ試さないとですね。早い動きにやっぱりなかなか対応できずに、ゆっくりのしゃくりで波動をしっかり出してやる。あとはやっぱりアピール力の強いカラー、ライブベイトカラー。キャッチフレーズ第1弾何でしたっけ。言っていいですか。はい、魚だましのプロ。おお、騙されちゃったね、このつばつくん。魚を騙すプロ、ライブベイトカラー。はい、本物も、やったー、先も釣れますね。ほんまや、青物来ました。さすが道場長でしょ、うん、よし、行こう。どんどん釣るぞ。そうそうそう、めっちゃざわざわしてんな、この潮目。これめっちゃ良さそうじゃない、この潮目ね。うん、あ、そういうルールなの？はい、今やったらダメです。今釣ってもノーカウントやね、じゃあ。道場長が釣ったらちゃんと見る。あ、道場長の釣りをちゃんと見て勉強する。はい、そしてすごいですねっていっぱい。なんやこの道場。道場長ありきやな。褒めまくる。こんな道場長は嫌だ。俺がの道場長。当たりのしゃくりが分かったんで、もうどんとこいですわ。こんな感じです。もうあの大きなしゃくり、この時のフォールの間がいいんでしょうね、きっと。うん、おなんか来た。あら、あ、なんだなんだ。あー、外れてる。なんかちっちゃなアジかなんかやな。当たった？あ、当たった！タチウオ。タチウオ。乗れ！わー、惜しい！タチウオ当たった。この辺なんかめっちゃもずもずするんですよね。ここら辺絶対おる。
や足元がチャンスかも。わっす、やっぱ道場を守る側と破りに来る側全然気持ちが違いますね。本気で焦りますね。あの私やりたいことがあって、あの女性もこう可愛くかっこよく釣りをすんねんぞっていうのを広めたいんですよ。だからキャミジギ道場がしたくて、こう女の子らしくキャミソールでガンガン釣りするっていう、それでたった一人でも多くの人がそのペルビーを可愛い、わかっこいいって思ってくれたら、多分その人は日焼けなんて気にしなくなるんで、それでそういう女性を増やしたいんですよ。だからシワジギ道場 P で私はキャミソールになって、ちょっと可愛く、ちょっといやらしく、ちょっと女性らしくしますね。だって女の子がキャミソールでシワジギングしてたらかっこよくないですか？かっこいいでしょ。憧れる人がいますって、いると信じて、キャミソール、キャミジギ道場、キャミジギ女子の時代が来ます。いける、女は強い。そうよ、ほら、あ、惜しい、タチウオや。穏やかに仲良く喧嘩をしない、笑顔の絶えない道場第2、女性アングラーを応援する、男性アングラーを虜にする。なので女性らしく少々の色気を出し、可愛らしくキャミソールでジギングをする。そして第3、釣った魚は感謝して料理して命を全うします。それがシワジギ道場 P です。素晴らしい、素晴らしすぎる。これは神様が応援してくれる道場でしかない。道場長どうですか？なんかちっちゃい魚がかかってポロンって外れただけ。当たりがない。ちょっとサビキやってみる？あ、はい、やりたいです。シワジギサビキ、イワシベイトも見えたとこだったんで、これやりやすい方法があって、このままつけます。ここに、ここにつけるだけ。そして外す。はい、で、あ、逆や、間違えた、間違えた、反対つけたは、なかなかその間違い、あの、でけんと思うけどな。シワジギサビキ、これ2つ入りなんですけど、あの簡単につけれる方法があって、まずこっちにこの、ね、リングの方にもう普通に直結します。ここ打ちつけます。で、まずここ外しますね。つけてから外す、外します。こっちにジグパラをつけるだけ、ジグパラをつけるだけで、じゃじゃん、サビキがついたリーダーですね。シワジギサビキをつけて、最後にジグパラをつける。そしたら、こういう時にアジとかサバとか
本物系の魚を狙いつつジグパラでも狙えるので一石二鳥、そして簡単につけられます。これジグパラマイクロのスイムの 15g。 ちょっとね、遠くのポイントとか深いところ、そこまで狙える範囲が広がります。濁りきついんでゼブラグローでやってみます。ロッドが柔らかいやつ、902の SSJ スーパーライトショージギングモデル、902と942とありますけれども、 15g ぐらいやったら902の方が柔らかいんで投げやすいですね。 20g 以上、30とかね、使うんやったら942の方が投げやすいと思います。でジグパラマイクロのスイムはもう基本ただ巻きが一番、ジャークさせるよりも巻くだけ、ミノー感覚のメタルジグ。ライブベイトカラーは魚を騙しますけれども、はい、道場長は男を騙すのが得意ですよね。騙せますかね、男騙しのプロ。あのそういう道場にもしようと思ってるんですよ。ああ、その道場入ったら騙されるんですかね。男を虜にする。男を虜にする。女子らしくショアジギをする。色気あり、お女らしさあり。道場長の本気の姿が見てみたいな。はい、あのもうちょっと暖かくなってから、もうちょっと暖かくなってきたら予定外の、予定外に割と涼しい。いいですね、シワジギ道場 P。 ヘルビー道場に来たらモテモテになる的なジンクスができれば女の子も集まりますよ。女の子、男の子いっぱい集めたい。というわけで小物を狙いたいと思います。シワジギサビキがついたからってこうなんか考えながらやる必要一切ないんで。おお、巻くだけでもいいですし、こうしゃぐっても全然 OK です。もう完全にアジとかサバを狙うんやったらこうゆっくりふわふわさせる、ボトムを取ってふわ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 、あのサビキのハリスがこうふわふわしてるイメージでやっとくだけでいいです。おおおお、来た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 。スイムの15で予定外にちょっと大きめの魚来た。アジかサバかそれぐらいのでよかったんけど。青物マジで、針がちっちゃいからな。頑張れよ。 SSJ 902の SSJ。よっしゃ、作戦、作戦成功。ジグパラのマイクロ、マイクロジグパラマイクロスイムの 15g。 ジグラ、はい、でロッドも変えて902の SSJ。 SSJ って何ですかね。スーパーライトショアジギング。勝手にタックル変えるのはちょっとやめてもらえますかね。いやいやいや、一応道場長に報告して変えてもらわないと、はい、あ、そういうルールが。やっぱこちら の、 あの考えもいろいろありますので。なるほど、そういう道場ですね。こういうあの
やっぱ切り替えっていうのはすごい大事なので、よくやってくれました。よっしゃ、よくやってくれた。エギゾー、エギゾーもいい仕事する。マイクロでアジサバ狙いで予定外のツバスが来ました。あ、そうですね、やるな。エギゾー、エギゾーちょっとやりますね。エギゾーに呼ばれてたまたま通りかかった広瀬マンです。今回のね、シオルアーについてご説明します。こっちのタイプですね。これがね、ジグパラのライブベイトカラーというシリーズになりますね。これイワシです。でこれ以外にアジとサバがあります。でそれぞれ、普通のアジ、サバ、イワシと、で金アジ、金サバ、金イワシ、これちょっとね金色っぽいやつありますよね。この金色っぽいのね、あの油が乗ってるやつですよね。でまあもう見るからにうまそうなやつ、それがね今回のそのライブベイトカラーです。でまあ通常のジグパラと同じくリアも標準装備です。で重さも20、30、40、50、60、5展開あります。でまああのショアジグでね一番よく使うのがね20から60だと思います。でまあベイトもね、イワシ、サバ、アジ、その3つがあればね、もう大体どこにでもねそのベイトいてますんで、まあ、日本全国活躍するジグだと思います。飲ませでしか釣れないっていう時でもね、このカラーだったらライブベイトだったらなんとかなると思いますんで、ぜひね渋い時こそライブベイトに頼ってください。でお助けルアーですね。でまああのショアジギング行ってね、手ぶらで帰るのは絶対嫌だ、とにかく何か釣りたいっていう人はね、ジグパラマイクロスイムのね 15g で、今までね 10g までしかなかったんですけども、10だとねショアジギングでねなかなかねちょっと軽すぎてボトムが取れない、沖の方まで届かないっていうケースが多かったので、ジグパラマイクロスイムのね15をねぜひ追加出してくださいってね懇願して、なんとか形になったのがこれです。僕がこれ発案しました。これもただ巻くだけですね。巻くだけでこうやってウォーブリングして泳いでくれるので、でしかもミノーみたいにトレブル2つついてるんでフッキング率もすごくいいです。まあ、今回はね、スーパーライトショアジギングでやりましたけれども、まあ、ショアジギングロッド持ってないよっていう人でもねこれだったらいけると思いますんで、ぜひねお手持ちのタックルで気軽にジグパラマイクロスイムでスイミングさせて狙ってみてください。今回はこの組み合わせでした。30グラムから20グラムにちょっと変更します。これも楽なんですよね、サビキジグフックにつけてるだけなんで。もう見てください、このサバ、マジサバ、リアルライブベイト、サバ頼んだぞ、お願い。ボトムを取ります。3対1です。まあ待っててください。あんな勝手にタックル変えるなんて反則ですよ。追い出さなあかん、やつは追い出さなあかん。おお、くるくるイワシ、すごこれ。なんでくるくるしてるか知ってますか？あの暑すぎて頭がおかしくなって上に浮いてきてくるくる回るんですね、潜ろうとして。でだから夏にしか現れないんですよ、このくるくるイワシは。特に九州地方。もう勝ったも同然、ペルビー高子の正直道場は本日にて、正直道場 P は本日にて終了。私が勝ったらね、また広瀬間に正直道場、このね健全なる正直道場をねやってもらいましょう。ちょっとおごりに行きましょうか。あれはよろしくない、あのちょっとそういう姿はよろしくないですね。もうね道場長勝ったも同然なんですよ。そういうのはやっぱ世の中の皆さんが見てるわけで、そういう姿はちょっと、いやいやいや、道場からは出てもらわないといけない。この道場は座ってショアジギングはダメなんですか？ダメです、やっぱ一生懸命釣りをしないと。いやみんなよう頑張ってる、座っていいよって言ったら座って OK です。この道場長厳しいな。そう、
勝手に座っちゃダメ、ダメ、勝手にタックルも変えない、変えちゃダメ、うん、で道場長が釣った時には褒めたたえろ、褒めたたえる、すごいですね、すごいですね道場長、さすがです、今日の道場長はいつも以上にお綺麗ですねって、そう、だからそんなにみんなに愛される道場長なんですねって褒めちぎればいいわけですか、そう、よくご存知、そうじゃないと追い出されますからね、覚えておいてください、皆さんそんな道場長どうですか、私は断固としてこの道場をぶっ壊す覚悟で頑張りますんで、まあそういうことですから、わかりました、じゃあ頑張りますよしよし、オッケーオッケー、この道場は怖いな、くるくるイワシが増えてきた、道場長曰くあれは暑すぎて頭がおかしくなってるって言うけど、頭がおかしいのはお前だやっぱり濁ったら間違いない、ゼブラグロウ、やっぱりグロウ系、グロウ系ってね、なんか夜っていうイメージありますけれども、濁りにも強い、ゴールド系かグロウ系、あとは今使ってるこのマイクロのスイムみたいにただ巻きしてこう波動を起こすようなルアー、やっぱりねアクションさせるだけじゃなくてただ巻きで起きる波動、それもね魚を呼びますんで、そんな時にはスーパーライトショアジギングで五目狙い、私はそういうショアジギ道場にしたいと思います、そんな男を騙すようなショアジギ道場は断固許しません、きっと広瀬マンもそういうはずです、ペルビー高子のショアジギ道場 P をぶっ壊す、どこで聞いたのか、それはぜひあなたの目でお確かめください、この今の時代スパルタ方式は似合いませんね、何としてでもスパルタの正直道場 P からあの頃の正直道場に戻ろう、きっと広瀬マンならそういうはずです、あの頃の俺たちを取り戻そう、ツバスやな、あもう座ってても許してあげよう、これはしょうがない、ダメ押しのもう一匹釣っときたいな、怖いからな、食べきでダブルヒットとかやりかねえ女やからな、当たった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 ぞ、今もあの道場長の怖さはね、金がね、広瀬マンから聞いてるんですよ、残り1分まで諦めない、残り1分でダブルヒットとか言って大逆転する可能性があるからな、本気でこういうね、可愛くないですか、女子らしいというか、ただ塗る、ただ塗る、よし、これがキャミソールジギング、キャミジギング、これ流行ります、ペルビー初発祥、女の子は可愛いスタイルでシワジギングをしましょう、キャミジギング道場スタート。本日入門してきたエギゾーさんにも道場の掟は守っていただきますので、こんな感じね。イエス、釣り最高。やっぱ女子もアクティブな時代、焼けてなんぼじゃ。道場長、ついにこれがね、キャミジギング、
本気の姿出しましたね。ミニジギングどうですか。はい。うわ。はいはいはい。視野が狭くて見えん。これはなんだ。これはい。はい。エギゾウくん。これをエギゾウが。そう。。ちゃんと準備してきてあげたんやから。はいどうぞ。キャミジギ。この。早く。ぐだぐだ言うとき早く。キャミジギ。シスカ。ルール。あこれがじゃあ。ユニフォームってこと？そうそうそう、この道場のみんなそう、この見てすがすがしたキャメジギ、そら男騙されるわ。なんか着たいんですよ。だから男の人も実はキャミソール着たいけど、やっぱそういう機会がないから、これから世の中の男性陣堂々とキャミソールを着れる時代が来ますから、隠さなくていい、もうありのままの自分で言ってください。バイテレビ道場。パワハラでもありセクハラでもありやな。イエス。勝手に英語が出る。イエス。イエスフィッシング。オッケー。この二の腕フェチな皆さん。二の腕フェチな皆さん。どうですか。キャミジギ釣りってなんかあんまおしゃれができないイメージが強すぎて、だから私も友達とか女子誘うんですけど、えダサいんちゃんとか言われるんですよ。だからあの直帰着てこうやってるイメージが強いみたいなんで、私はそれをそうじゃないよというのをちょっと知ってもらいたいなと思って、このキャミジギを考えたんですけどね。イエス、なんか来た。ちょっと道場長。はい、よしよしよし、ベリーグ。これではただのただの変質者ピッチピチなんですけれども、私はあのキャミジギが流行るとは思えませんけれども、これただの変質者のような気がするけど大丈夫なんでしょうか。いいです、これ想像以上にもう良すぎれます。まあでもあのすごく気持ちがいいですよね。気持ちはいい、気持ちはいいけど、ちょっとねさすがにこれではただの、あの変質者で変態通報されてはまずいんで、はい、いつもの姿に戻りたいなと思います、はい、これはもう戻ってください、はい、許可出します。はい、ちょっとすごすぎましたね。ちょっと成功例です。よし釣ります。道場長、あらキャミジギ、あ、なんか来てる。キャミジギいいわね。あのこのピッチピチなんだけど私気に入ったわ、キャミジギ。でもあのピッチピチのキャミソールの体を見たら女性ファン増えますよ。女性ファンは増えなくてもいいわ、私は男性ファンが欲しいの。新しい何かが目覚めたわね。やばい、やばいことしたかも。投げ続けよう。最後1分で逆転とかな、うん、ありえるからな。諦めない心や。諦めなかったら何かが起こりますからね。ちょっと色変えてみます。当たりが少ないんでちっちゃめのシルエットで続けます。ほんまにアジですよね、これも。このヒレ、ヒレといい。くた、くた、くた。おー、くったぜ、また。ツバス？え、来てる、ただ。アジや、サバか。ツバスというか、もうハマチに近いサイズかな。よっしゃ、よっしゃ。来た来た、ツバス、ツバス、ツバスと遊ぶにはちょうどいいね、この SSJ が。うん、まるでツバスと散歩してるようだわ、これ。このツバスくん、がっちり食べてるわね。キャミジギ最高だわ。キャミジギ、道場長、キャミジギは最高だわね。ネットがあればいいのに。やっぱいつ
何時もランディングネットは忘れないように。よいしょ、確保。すごいな、キャミジギ。マイクロのスイム、ただ巻くだけ。道場長もやってみますか。はい、スイム気分転換にも。はい、翼も釣れます。すごい、やばい。あおりあおり、いや、翼翼で勝利勝利。たまたま通りかかった広瀬マンです。でね、今回のエギゾーがね使ってたロッドについてご説明します。これですね、なぜかね、メジャークラフトのプロトのねロッドをねもうすでにいち早く手に入れてました。10フィートの LSJ ですね。ライトショアジギングロッドなんですけれども、もっとね飛距離を出したいっていうねニーズに応えて10フィートの LSJ、 これをね企画しています。でまあやっぱりね足場の高いところ、もっと飛距離を出したいっていう場面ではやっぱりね96よりも10フィートの方が有利ですので、ぜひねもうロングキャスト命っていう人にはこの10フィートの LSJ、 これね間もなく発売だと思いますんでご期待ください。またね、その振り出しタイプとはまた違うんですけれども、もう一つね 15g、20g ぐらいのメタルジグがぴったりのショアジギングロッド、それが902の SSJ ですね。でこの SSJ もねソルパラ2種類あります。902の SSJ、942の SSJ ですね。で942の方が少しパワーがあるので、まあ 15g、20g あたりの軽い銃使うんであればこっちの902の SSJ の方がおすすめですね。でまあそれぞれに合わせてラインもね、使い分けてほしいんですけれども、こっちの SSJ の方は弾丸ブレードの 0.65 ですね。でリーダーが簡単リーダーの3号、でこっちの LSJ の方だったら弾丸ブレードの1号に簡単リーダーの5号というようなねセッティングになってますので、ぜひね気軽にチャレンジしてください。ショアジギング楽しいですよ。こちらが今回私が使ってたタックルですね。ロッドがソルパラの 94SSJ、94スーパーライトショアジギングのモデルなんですけども、こちらあの振り出しモデルになっておりまして、磯も投げれるし、こういう防波堤でも投げれるし、いろんなところで幅広く狙って使える竿なので、これ1本持っていればいろんなところでいろんな魚が狙えます。ペルビーさんが使っているのが94の SSJ ですね。で9フィート4インチっていう長さですので、まあ割とね振り切りやすい、女性でも割と気軽にチャレンジしてもらえる振り出しタイプのスーパーライトショアジギングロッドです。で 20g、30g あたりをメインで使うんでしたら、94の SSJ、 ショアジギングデビュー、もしくはサブの1本で、まあ今回もねもう見ていただいたら分かると思いますけども、十分な性能を持ってますんで、振り出しタイプでショアジギング、これをねぜひ楽しんでください。リーダーつけるの苦手な人結構いますもんね。はい、結べない人も多いですもんね。まあ、そういう人にもうぴったりなのがこの簡単リーダー、はあはい、これが3個入ってます、はい、でこっち P 側にこのループ穴を作ってもらいますね、はい、はい、輪っかで、輪っかの作り方もこれ後ろに書いてますんで、はい、見てこれを、はい、もう簡単くるくるくるって一個一個ねこうやって紙に巻かれてあるんで、はい、でこの紙にもこの付け方書いてあるんで、取り外してもらってこっちのスナップを P の方のループに入れます、はい、はい、入れて、で反対側のこの輪っか、はい、ここに入れます、はい、であとはキューッと引っ張ったら結び目のところをクリアして、はい、簡単、これが簡単リーダーですね。電車結びさえしなくて、なくていい。よし、早速じゃあこの先にジグパラマイクロスイムの 15g をつけてやってみてください、はい、やばいで、ほんまにやばいで、たった1回の P とか嫌や。ボトムを取って巻くだけ。あと1匹釣っても、とどめでも刺してショアジギ道場 P をぶっ壊す。
風出てきましたね。ちょっとしゃくってる。ちょっとしゃくってんだよ。嘘ついたな。よし、真似しよう、真似。もう真似しかない。塩目塩目を打っていきます。あと45分ですか。サビキ取りに行きましょうか。ライブベイトのアジ、はい、朝使ってたやつです。おっと、当たったで、当たったで。サビキをふわふわさせる。お願い。ガシラとかですかね。なんか当たった。本来ね、ツバスはもう本当に速い動きに反応がいいんで、こうやってジャカジャカですね、ジャカ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 アクションさせて、追わせて追わせて食わせるっていうのが、まあツバスとかね、塩とか割とサイズの小さい目の青物の釣り方ですけれどもね、ここまで濁っているとやっぱりね、追い切れないと思うんで、やっぱりこう割とゆっくりめのしっかり見せるジャークの方がいいでしょうね。ただ一つ気をつけてほしいのが、早めのジャークは釣れるのも早い。結局そうやって早めのジャークで見切られたら、今度はゆっくりのジャークに変える。これも覚えておいてください。よし、あの潮目狙います。最後の希望。お腹空きましたね。抜き上げるか。これ抜き上げれるかな。あ、でかい。え、タチウオや。やったやったミラクル、タチウオミラクル。ボトムでしたね。ボトムをふわふわさせてたら、ライブベイトで、アジ、朝と同じですね。多分このサビキもアピールの協力してくれたんやと思います。このキラキラがふわふわしてたんで。やったー、もうこれで OK。 ありがとう。めっちゃいい子や、この子やばい。嬉しい。キャミジギ最高。よっしゃー、エリゾーくん、ミラクル。こんな時間でも。めっちゃ嬉しいです。ミラクルやな。これジグ、これですよ。ライブベイト。金アジ。30グラム。ちょっと風がきつくて濁ってたんで、重いものに。うん、ね。さすが、それからのスーパーライトシュアジギング。しかも振り出しモデル。振り出しの94の SSJ。いやー、この時間でタチウオ。なかなかミラクルですね。ミラクル、ありがとう。ツバスが1匹、タチオが1匹で、私がタチオが2匹で、ツバスが2匹。勝負としてはね、もう完全に4匹対2匹。まあでも今回は私もキャミジギにはまったわ。残念ながら、ショアジギ道場 P はもう今回の限りでぶっ壊すことにしましたわ。まだまだあなたには道場の看板は重すぎると。道場の看板を背負うにはまだまだね、力不足だということですので、はい、あのベルトは返却お願いします。これで私がね、史上初の2冠制覇、
内藤哲也も伊吹浩太も成し得なかった IWGP と IWGP インターコンチの日韓を制覇して真の道場長。ただね、私あの忙しいというか本職のね、エギゾー劇場がありますので、ここから先はね、真の道場長はまた広瀬マンさんにね、まあでも十分楽しめたわね。楽しかったですけど、これは返却ですね。そう、はい、はい、これで日韓制覇、ね、うわ、次からは広瀬マンさんにこれを渡しておきますので、どうも、ね、はい、お疲れ様でした。でもあなた、あなた、エギゾーさん、勝手にタックルを変える。反則はしてない。途中で座りながらもったらだらだらだらするし、はい、別にいいと思います。だからあなたにはお仕置きをします。やめて、キャメキック、やめて、キャメキック、あかん、後ろ向いてください。お願い、助けて。正直道場 P 復活に向けて、やめて、スリー、やめて、ダン、やめて、ダン、やめて、もう帰ってくるな、もう帰ってくるな、二度と帰ってくるな。